全然その時も本当に横滑りもせずに、あのすごい安心して乗れましたよ。ちょっと私たちの旅の足回りを支えてくださっているタイヤについてちょっと詳しく見ていきましょうか。はい、モーターズ、はい、モーターズチャンネルをご覧の皆さんこんにちは。キャンパーのシャチハク女子のウキです。今回はナチュガールの宮殿させてもらえませんか特別編ということで、神奈川県の茅ヶ崎市におります。わっはー。今回特別編2回目なんですけれども、今回もですねスペシャルなゲストをお呼びしておりますので、それでは早速お呼びしましょう。オートワンの青木社長。はい、こんにちは。こんにちは。はい、はい、はい、まさかのこちらからね、はい、こちらへお願いします。こんにちは、はい、社長です。こんにちは。はい、私たちがいつも乗り継がせていただいている宮殿くんの大社長でございます、うん、ありがとうございますいつもありがとうございます。私たちの旅どうですか、見ていただいて。いや、面白いと思いますね。こうみんなが知りたいこと、あ、こんなことできるんだとか、あの辺はね、非常にうちのユーザーさんも、もうダメになってくるとか、あとイベント会場でものすごい楽しい動画だねとか、毎回楽しみにしてるよみたいなことはよく聞きます。嬉しい、嬉しいと思う。ありがとうございます、うんうんうん、今回は、うん、森さんの方からちょっと聞いたんですけど、うんうん、ユーザーさんからいろいろご質問が上がっていると。そうだ、あのタイヤってさとか、はい、もうちょっと詳しくなんか教えてくれるだとかね、そうそう、あとうちのユーザーさんもあのタイヤっていいのみたいなことを聞かれてて、はい、ざっくりいいですよとか必要がなくてね、はいはい、細かくこうなんか分かるようになんていうことで、うん、お願いできたらっていう声が多かったです。なるほど、じゃあ、はい、タイヤに関するご質問が多いっていうことですね。うんうん、そうですね、はい、今あのつけているタイヤが普通の純正のものじゃなくって、うん、付け替えているんですよね。そうです。横浜タイヤさんのブルーアースキャンパーっていうタイヤですよね。うん、そう、12インチで他のメーカーさん出してないんじゃないかな。12インチのキャンパー用のタイヤ、待ちに待ったっていうような感じはしましたね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ今日は、うん、そんなちょっと私たちの旅の足回りを支えてくださっているタイヤについてちょっと詳しく見ていきましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。モーターズ、はい、ということで青木社長、はい、改めまして横浜タイヤさんの、はい、ブルーアースキャンパーというタイヤですけれども、はい、ブルーアース、まずキャンパーってついてるのがちょっとキャンパーとしては嬉しいですよね。うん、かっこいいと思う。はい、うん、でブルーアースキャンパーということで、すごく荷物をたくさん乗せるような車にも適しているタイヤということですよね。すごく安心ですよね。そうですね、はい、そこに書いてある数字ももう本当に車検もそのままいけるし、はいはい、やっぱりこうユーザーさん今もう車検のことがすごくもうシビアになっているので安心して乗れる、うんうんうん、だといってノーマルだと不安だなみたいな要素がタイヤなんかがついてればこう安心ができるようなおすすめの商品としてね、おすすめ、うちなんかも特に勧められるタイヤの一つかなとは思いますね。あ、うん、今じゃあその数字とか英語とかのこの辺の話ですよね。そうです、ありましたけれど、うん、これ私勉強したんですよ。どの辺までかな、どの辺、はい、怖いな、試されてるから、はいはいはい、1個覚え方を見つけたんです、ね、はいはい、私まず破天荒なんですよ、うん、最初はね、うん、で破天荒何かっていうと、はい、がまず幅なんですよ、うん、だから一番最初の145っていうのは幅、うん、タイヤの幅、はい、145mm です、はい、で破天荒の辺は、うん、扁平率、まあ、本当は変なんだけど、うん、ちょっと破天荒にしたかったから、うん、本当は扁平率の辺です、はい、なのでこの80が 80% の扁平率ですよと、はい、どこの対して 80%？ ここ。そうです、そうです。このマックスの100はどこに対してなんですか？ここに対してですね。ここに対してここが 80% でも、あ、はい、じゃあ分かった。 145mm×0.8 はここの太さになるって、うん、そうですね。あ、ありがとうございます、はい、そこが 65% だと、はい、もっと肉は薄くなっちゃうし、うん、55になるともっと肉は薄くなるよね。え、そのなんで 80% とか 60% とかがあるんですか？結局12インチを履いてる時の丸は12インチに対して、はい、80% のタイヤで外の外形が保たれるわけで、はい、これがじゃあ13インチ14インチで 80% にしてしまったら回転数が変わるとスピードが変わっちゃうよね。なるほど、はい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 。で今上げ上げの車とかも流行ってますけど、タイヤが大きいとバンパーにタイヤがぶつかってしまったり、はい、こういうとこにハンドルが切れなかったりするので、はい、その数字っていうのはもう全部決められた数字。あ、なるほど。じゃあこの 80% はこのタイヤの大きさだったら決められてる数字っていうことなんですね。そうです。あ、へえ、知らなかった。ありがとうございます。で、
天候のじゃあ甲ですね、甲、うん、はい、がこの R がタイヤの構造の甲だと思ってるんです。 R ラジアルタイヤ、うん、で12が次がインチ、はい、でその次に書いてある、はい、これどうですか。これがすごく大事なんですよね、はい、大事だとお聞きしました、はい、今86スラッシュ84って書いてますけれど、はい、これがロードインデックスなんですよね。そう、強度のことを言ってますね、はいはい、必ずどの車でも運転席のドアもしくは助手席のドア、まあ、ほとんど運転席なのかな、開けていただくとノーマルのタイヤサイズはこれですよ、で、このサイズでこの強さのタイヤを使用しなきゃダメですよってことを、必ず書いてあります、はいはい、そこにも空気圧も全部書いてありますので、はい、車検を通すためには、その規格に合ったものを選ばなきゃいけないんですが、ちょっとうろ覚えなんですけど今86スラッシュ84って書いてあるんですが、エブリィのノーマルはそれよりも数字が多分低かったと思うんですね、はい、あ、なるほど、はい、でもそれを見てるだけでもブルアスキャンパーの場合は強度が保てるという、なるほど、安心感があるっていうタイヤのような感じはしますね。ローインデックスは耐荷重のことなんですよね。そうです、そうです、はい、重さはどんだけ荷物をたくさん乗せたりとか、まあ、軽キャンパーなんで結構仮装がたくさんされてて重くなってると思うんですけれど、うん、ここの数字が大きいことによって、うん、強度が保たれるっていうことですよね。そうです、そうです、なるほど。で86と84 2つあるんですけれど、はい、ダブルタイヤとシングルタイヤの違いなんでしたっけ。あ、そうって言って聞きました。そう、自分もそこ知らなかったさすが、うん、らしくって、うん、まあ、だから私調べたんですけど、このシングルタイヤだと530キロぐらい耐荷重がタイヤ1本に対していけるという、うん、ここに書いてあるね。書いてあるんですね。マックスロードシングル530、はい、リアルが500キロ。530ってよく覚えてね。530キロもいけるんだ、すげーっていう気持ちだけど、自分もそんなに細かくは分かんなかったけど530書いてあるね。書いてあるんですね、結構なんかタイヤってよく見ると面白いですよね。いっぱいそれで書いてあるね、はい。4桁の番号分かる？ここに書いてある0323って書いてある。03、3月23日。あー惜しいな、今日だと近いんだけども、それはですね、はい、一番後ろから読んでって、はい、2023年の23が後ろに来てます。あ、はいはいはい、23年の3週目に作ったタイヤですよっていうことなので、はい、そこのね製造年月日を覚えておくと一つの参考になります。なるほど、それで製造年が分かるんですね、うん、そうするとあんまりこうタイヤの山があっても、古いタイヤだと劣化してたりバーストの原因になるので、同じタイヤっていうのは山溝があるものでも定期的な交換をしていかないとバーストしちゃうので気をつけるようにしてください。もう一個ね、私この溝のことでちょっとこの前ちょっと勉強したんですけれど、はいはい、結構こう溝が深いというか、うん、まあ、いろいろあるじゃないですか、うん、ですごいやっぱ直線性能が高いタイヤだなっていうのはちょっと思ったので、うん、調べてみるとこのなんか3つの溝がね、なんか直進性能を高めるんですって、でホームページに書いてありました。であとなんかこの横にギザギザ三角みたいになってるのと、うん、この横側にあるこのピッ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 ってタイヤの横側にある溝が撥水性を高めたりとか、あと横ずれを防止したりとか、うん、おー、じゃあこれ直進安定性も良く水はけもいいタイヤ、そうって書いてました。すごいだから安心だなと思って、うん、あ、さっきおっしゃってた、うん、はい、積載量の話、あ、はい、あのドアのところにね、多分この車も開けてもらうと運転席の後ろに書いてあるんじゃないかな。ほうほうほう、はい、パカッと、はい、あ、これか、あ、そこです、そこです、はいはい、あ、そうだね、こっちはね、ブルーアースキャンパーは、86スラッシュ84だけど、そっちはどれ、あ、これか、80スラッシュ78って書いてます、はい、ノーマルサイズは通常、先ほど言ってた強度、はい、うん、は80スラッシュ78だけども、ブルーアースキャンパーの方は86スラッシュ84。あ、なるほど、これはだから純正の強度になっているのか、うん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 、よりも大きい数字だからやっぱり強いってことですね、はい、あ、すごい、まあ、ライトトラック用ですもんね。そうですね、この LT タイヤっていうのが法律で決められてるんですよね。そう、これ以外のタイヤを履いちゃダメですよ、必ずライトトラック用をつけてくださいねっていうことですね。なるほど、結構 K のキャンピングカーとかはそういうライトトラック用ってなってることが多いんですか。もう8割9割ぐらいがそうじゃないですかね。はい、なるほど、うん、この中で下の数字、はい、これは、うん、なんか空気圧っていうのは聞いたことあるんですけど、はいはい、なんかいまいち分かってなくて、これは空気圧の方は、はい、上に書いてあるものが、はい、荷物を載せてないです。軽積載の時ってことですか。そうです、はいはいはい、その時は、フロントタイヤが240もしくは 2.4 キロ
空気圧のこと言ってますね。2.4kgの空気圧で入れてください。リアに関しては、2.6kg の空気圧で入れてくださいなんですが、キャンピングの場合、サイドオーニングがついてたりバッテリーが大きくなってたり、家具とかあとお客様の方の荷物、はい、うん、まあ、うちらも日本中ね旅してるかと思うんですが、やっぱりそういうような車ですと、フロントに関しては 2.8kg、はい、うん、リアに関しては 3.5kg ぐらいが推奨ですよってことになります。なるほど。その定積載っていうのは、はい、まあ、荷物が多いまたはそのキャンピングカーみたいに、うん、そもそも仮装がされているっていう時はこっちの下を見てくださいってことなんですね。そうですね。でもっとね注意しなきゃいけないのは、この間北海道この車行ってたと思うんですが、やっぱり気温が暑い時と気温が低い時と、はい、もう空気圧がもう格段に違うので、この寒いとこ行った時、ウキちゃんこれから、近いうち四国九州行くのかな、はい、うん、だからその時にも空気圧また見てもらうと、うん、気温によっても変わってくるんで、こまめにチェックしてください。そこ詳しく聞いてもいいですか、はい、そうなんでその寒いと空気圧、いつも同じだよね。風船と同じ、暖かいとこ行けば膨張するし、はいはい、寒いとこ行けば、ね、風船は縮んじゃうしっていうのと同じように、で縮んじゃってるとそれだけ、回転してる時に遠心力が関わってきたり、空気圧、低ければタイヤに負担がかかるので、やっぱりバーストの原因にもなるし、あとはもう燃費、はいはいはい、なるほど、排ガスに関しても出ちゃいますから、その決められた気圧で走ってもらうのが一番いいと思います。なるほど、そういうことか、うん、風船はでもすごい分かりやすいですね、うん、あ、そういうことなんや、はいはい、結構そう思えば風船やと思ったら、うん、かなりその寒さ暑さっていうのがタイヤの空気圧とかに関わってくるっていうのはすごい分かりますね、うん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 、ありがとうございます。はい、じゃあ青木社長、はい、ちょっといろいろ数字とか細かいことは見たんですけれど、うんうん、はい、ちょっと乗り心地をね、うん、私も、最近スタッドレスタイヤに変えてた九電くんには乗ってるんですが、はいはい、しばらくこっちの、うん、夏タイヤの方、ね、はい、夏タイヤの方、うん、履いてないの で今日ねブルワースキャンプは本当にこれ入れ替えたばかりで、空気圧もさっきもう前後やってきたばかりなので、はい、多分いい状態だと思いますから、乗り比べてもらえばいいと思います。ありがとうございます、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。そもそもですね、私がレポートすると、はい、やっぱどうしても私の車と比べることになるじゃないですか、うんうん、ってなると静かだなとはまず思いますね。ノーマルのタイヤ、はい、ということなんですけど、全然違いますか？全然違います。全然違います。だってこうやって喋ってても、うん、結構大きい声出さないといけないぐらいのなんかガタ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 ってずっと言ってますもん、私の車。そう、はい。でもこのブレーキね、ちょっとブレーキだけちょっと強めにかけてもらって、はい、うん、こんな感じどうですか？このコーナリングとかね、コーナリングとかね、うん、おいしょ。でもあんまりね、やっぱ大きくロールする感じないなって思います、うん、上に結構ポップアップで重いもの乗せてるじゃないですか、うん、はいはいはい、その割には頭が触れないというか、うん、しっかりとギュギュッと曲がってくれる感じがありますよね。こっちのタイヤだから強度があるなとかっていう感じじゃないけど、はい、ただうるさいなとか、はい、不安だなとかそういうことは一切ないので、うんうんうん、やっぱりノーマルに近くてまして数字が高いっていうだけで、すごく耐久性がいい、はい、っていうと安心っていう意味では、うんうん、なんか申し分ないのかなっていう。12インチですしね。そうですよね、車検も取れるしね、はい、うん、やっぱり不安を覚えたまま車に乗るとね、うん、怖いですもんね、はい、ちょっと直線行ってみましょうか。行ってみましょう、ね、はい、私的には、うん、結構このタイヤのなんか一これ終わり目がめちゃめちゃ速いというか、うん、グググってちゃんと地面に力を伝えてくれてる感覚、この今の走り出しですよね、うんうん、これがすごい好きなんですよね。グッてる感ね。そう、グッてる感って言うんですね。そうなんです。少しこう道の悪いとこなんかでも、ね、すごくこう満身に走れる。そうです。私あれですよ、だから夏に河原行きましたから、ね、えぐい河原。おお、ゴツゴツ河原。そう、ゴツゴツの本当に行けるのかと思ったんですけど、まあ、あとこの九電くん四駆もついてるじゃないですか。はいはいはい。だからグググググって乗り越えてくれて本当にすごいなと思って。肉と四駆はやっぱり全然違いますか？いや、もう全然違う。
全然違います。あの暗がり峠行ったんですよ私、はいはいはい、あの奈良のね、うんうん、はい、一番関西では有名なひどい坂道なんですけれど、うん、その時もねやっぱパワーモード4駆に切り替えるとあの上がり方がもうググっていうパワーが全然違いましたね。でこれブルーハーツキャンパーね、奥さんなんかずっとも旅してたと思うんですけど、はい、これどうなんですか、これ高速道路とか、うんうん、あと雨の日とか、うん、まあ今日はね高速道路だったり雨の日だったりすればまだ良かったんですけど、はい、乗ってみてその辺どうな感じ。あ、そうですね、雨とかの日でも全然、うん、あの私結構雨で山道行ったんですけれども、うんうん、全然その時も本当に横滑りもせずにあのすごい安心して乗れましたよ。いろんな環境で走ってる動画があるんで、うん、はい、よかったらぜひ、ね、視聴者の皆さんにも見ていただきたいんですけれども、うんうん、キャンプ場の中とかも砂だったり、うん、砂利もそうですね、砂砂利も、うん、多分結構考えうる限りはなんか行った気がしますよね。さっきの溝の話もそうなんですけど、うん、あと2つ工夫があって、うん、1つはサイドに発熱をあの抑える工夫がされてたりとか、うん、なので多分ブレーキとかでこう熱がどんどんタイヤにこもっちゃうのを、うん、あの逃がすような工夫がされてたりとか、はいはい、あとはあの結構キャンピングカーでのあのバースト怖いじゃないですか、はいはい、強度を強くするような工夫がされてたりとかっていう、そういうのもあるみたいです。やっぱり横揺れとかに強いってことは、特にこういうキャンピングカーとかも、ね、もともと線が高い車なので、こういう揺れ歪み、はい、に強いっていうことはね、安心できて走りやすくて滑らなくて、はい、水はけも良くて、うん、でましてエコな感じで、そうですね、うん、長持ちもするし、はい、ということだといいと思いますね。はい、うん、Motors。 乗ってみてどうでしたか今日は。はい、はい、あのやっぱり、うん、まあちょっとこのブルーアスキャンパーは久々の私再会でしたけれども、うん、やっぱりすごい安心感があるし、何より本当にスムーズで滑らかで静か、もうそれがもうすごいいいなってやっぱ思いました、うん、はい、あとなんかこのね、このなんかデザイン性意外と山っぽくて良くないですか。そうなんですよね、キャンパーだからね、うんうん、こう山というかアウトドア感が溢れたデザインになってるんですよね。こんなとこまで山があってね、うんうん、かっこいいですよね。かっこいいようなデザインになってますね、はい、見た目も、はい、はい、ということでそんな、横浜タイヤさんのブルーアスキャンパー、今度はあの今冬から暖かくなるんで、ちょっと空気圧、うん、さっき教えてもらった、はいはい、ことも確認をしながら注意しながら、このまたブルーアースキャンパーもっともっとこう乗っていただいて、いいとこ見つけてもらうといいんじゃないですか。はい、はい、そうですね、ちょっとこれからもレポートできるように頑張ります。はい、はい、ということで今回この動画をご視聴いただきましてありがとうございました、はい、もしまだあのタイヤのこんなとこどうなんとか、ここ聞いてみたい、もっと詳しく知りたいって方はぜひコメント欄の方でお待ちしておりますので、ぜひコメントしてみてください。そしてこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。さよなら。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など、車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。